こちらは沖縄を舞台にした漫画、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるです。沖縄あるあるが共感を呼んで話題になりましたよね。はい、私も大好きな漫画なんですが、この人気漫画がアニメ化されることが決まり、来年1月の放送開始に向けて最新映像が今日公開されました。アニメ制作が進む現場を取材しました。東京から沖縄に引っ越してきた男子高校生テールーの日常やクラスメイトとの恋模様を描いた、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる、通称オキツラ。甘酸っぱい青春の日々を沖縄あるあるやウチナー口を交えてコミカルに表現した漫画は、単行本の累計発行部数が35万部を超え話題となり、去年アニメ化が決定。今日最新映像が公開されました。このアニメがどのように生み出されているのか、制作現場に潜入しました。アニメを手掛けるのは東京にある制作会社ミルパンセ。こんな感じで動きのキーとなる部分ですかね、元となる部分に、まあ、原画って言われるものの絵を入れてっていう作業を今してますね。アニメーションの制作は原画や色彩など細かく担当が分かれ、それぞれが同時進行で作業します。性格が違う以上、動きの幅というか、まあ、演技がちょっと変わるので、キャラによって演技を変えるっていうところはやっぱり、まあ、当たり前ではあるんですけど、ちょっと難しいところかなと思いますね。原作の魅力といえば、キャラクターたちの豊かな表情。東京出身の主人公テールーが恋心を抱くヒーナーは、会話のほとんどがウチナー口で、テールーは毎回困惑。言葉がわからないせいで好きな人とうまく話せないと頭を抱える主人公にこっそり通訳してくれるカーナーは、密かにテールーに思いを寄せる三角関係です。こうした魅力的な人間関係もアニメに落とし込みます。どこが沖縄のいいとこなんですかって聞いたんです。そしたらやっぱ人と人の距離が近いことだっていう話を言ってましたよね。ってことは臆することなく自分の表情とかをなんか表に出すんでしょうね。総監督の板垣慎さん、絵コンテの修正から音響まで作業全体を統括します。沖縄の風景を表現する中で総監督が大切にしていることがあります。色味違うんで、二次素材ってなんかあれなの、やっぱもうちょっと光らせるとかってやると変かな。やっぱり沖縄でしか感じられない明るさとか光とかそういうのは表現できたらねとは言ってるのと、砂浜の色っていうのが混じると多分エメラルドになるっていう、そういうことなんだと思うんですね。綺麗な水だから成立するっていうことだと思うんですけど、そういう感じが出せたらな。細かなこだわりをアニメーションに反映していきます。東京に暮らしている人間からするとやっぱり沖縄の海ってすごい綺麗なんで、結構細かく修正指示もらって、それをできるだけ反映させるようにしてますね。アニメになったオキツラ、漫画とはまた違った魅力ある作品に仕上がったと自信を覗かせます。全て入ってる作品になるんじゃないんですか。ほろりとくるもんもあるし、楽しいとこもあるし、まあなんかギャグも笑えるし、でそのうちなぐちがわからないっていうテール主観で見るとなんか面白く見れるのかな。沖縄あるあるにクスッと笑えたり、主人公の恋の行方にドキドキしたり、たくさんの魅力が詰まった異文化ラブコメオキツラ。漫画を飛び出したテールーたちがどう動き出すのか期待が高まります。
狭い沖縄、そんなに急いでどこに行く？沖縄。いやー、ひな可愛かったですね。そして映像の中に海中道路も映っていましたけれども、実際に沖縄にある風景もいくつも登場するということで、そこも楽しみです。そうですね、漫画で読む沖空も面白いんですけれども、例えばゴーヤーとかシーサーとかみたいな内縄節のこう特徴的なアクセントがあるじゃないですか。これをこう声優の皆さんがどういった感じで表現するのかなっていうのちょっと楽しみですね。そうですね、はい、アニメ沖空は来年1月放送予定です。沖縄テレビでも放送します。どうぞお楽しみに。